なんだけれど、今回はソロになりました。今度の曲はとても長くて少し大変です。ポジション移動もあって難しいです。でも素敵な曲なので一番好きです。3年目でやっとこの曲をいただきました。陽子さん、どうぞ。Thank you.
じ。Thank you.